ということで本日ですね、新企画、道民なら答えられるに決まってるべや、北海道クイズ。私北海道出身ということで、北海道についてのクイズをねスタッフさんがまとめてきてくれてます。それを北海道のね人間なら答えられるでしょうっていう、ただそれだけなんですけど、10問出題するんですけど、はいはい、80点以下だった場合は、以下だったら道民としてどうなの、はい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 、ということでかなりきつめの罰ゲームを用意しております。罰ゲーム？ちなみにそれさ、罰ゲーム作るってことはご褒美もあるってことでいいのかな。はい。そりゃそうでしょ、だって外れたら罰ゲームだけど当たったら何もありませんって、おかしいでしょ。そのために頑張れる目標みたいなのがないとね。じゃあ、はい、もし100点取ったら何かご褒美あります。おお、満点ね。満点、何がいいですか。何でもいいの。あ、ねえ、ちょっと私今すっごい気になってるお取り寄せがあって、熊鍋のお取り寄せセット1万円ぐらいなんだけど。1万円わかりました。いえ、100点取ったら取る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 、結構難しいんじゃないかなって思って作ってきてるんで。愛だけなら負けませんか。チームナックスもびっくりするレベルの愛よ。そんなちょっとね、やっていきたいと思います。目指せ全問正解、北海道マスター。じゃあいきます。第1問、この地名の読み方は。はい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 、もうそんな初心者初心者赤子レベルですよ。正解はおしゃまんべ。正解、イエーイ。まあ1問目ですからね、言って。第2問、北海道の国立大学の中で一番偏差値が高い大学はどこでしょう。うん、余裕、北海道大学。正解。私北大系のサークル入ってましたから、テニスサークルは北大でやってたので。第3問、北海道の方言で、うん、バクるとはどういう意味でしょう。バクる、バクリッコする交換。正解。バクリッコってでも方言なんだ、今知った。そうなんだ。ここで、ここで知った。この辺からレベルが上がるんですね。アップしていきます。第4問、北海道北部に位置し、はい、数の子の国内最大の加工地といえば。いやでもじゃこれは勘だけど、留萌。正解。おー、よかったよかった。そういえばあの辺はね取れるんですよ、魚が。第5問、うん、北海道の方言でジョッピンカルとはどういう意味でしょう。もうね、それ使う人ね、おばあちゃんですらレアなのよ。家の鍵をかけるってことですね。正解。もうね、使わないよ、廃れてる方言ですね。廃れてる方言。でもジョッピンは言わないけど、買ったとか言うかも。鍵買ったとか。今んとこ全問正解。しゃあ。第6問、ずっしーほっきとは何と何をモチーフにしたキャラクターでしょう。はいはい、これちょっと私ね、私の配信でもたびたび出てくるキャラクターで北斗市のイメージキャラクターですよね、確か。ずーしーほっきーはホッキ貝とお寿司。違う、残念。嘘、でも、寿司なんだけど、ホッキ貝とふっくりんこっていうお米をモチーフにしたキャラクターで、はい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 、それをガッチャンコさせてホッキ寿司のキャラクターなんです。厳しい、満点は逃してしまった。まあでもね、罰ゲームさえなければ。じゃあ次いきます。第7問、北海道ではいはい一番面積の広い市は北見市ですが、はいはい、2番目は。2番目、面積が広い市だよね。はい。うわー、悩ましいな。今迷ってんのは北広島か千歳か根室かな、なんかこの辺りもやってんだけど、でも岩見沢も結構大きいのかな。岩見沢。残念。分からんって。正解は釧路市。釧路か。釧路ってそんなに大きいんだ。一番目だったら分かってました。いや、それも知らんかった。北見なんだ、へーぐらいの気持ちだった。すごい。なるほど、勉強なる。ちなみにあと3問なんですけど、1問でも間違えたら罰ゲームです。第8問、北海道で一番大きな湖といえば。ちょっと待って、どっちだろう。支笏湖か洞爺湖だと思ってるんだけど、支笏湖は多分透明度がすごいが売りだから広さではない気がする。洞爺湖。残念。
正解はサロマ湖。知らん、行ったことないわ。知らなかった。罰ゲーム決定じゃん。はい、第10問、北海道、うん、北西部に位置し、うん、ボタンエビの漁獲量が日本一の場所といえば、ボタンエビが美味しいところは、マシケ。マシケ？あれ、マシケじゃない？いいんですか、マシケで。いいです。マシケで。マシケで。はい。正解。え、マジ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 。すごくない？マシケです。なんかマシケカニとか取れるから、カニと一緒にエビも取れるかなぐらいの。じゃあ最後です。第10問、この地名の読み方は。なんだろう、なんだろう、そのまんま感覚で読んだらロシャマイとか。北海道の地名は当て字が多いから、いや、ロシャマイにしよう、ロシャマイ。投げやりじゃないですか。もうね、考えても分かんないと思ったもん。残念。正解は、うん、オシャマップ。おー、北海道の人も知ってる人は知ってるけど、はいはいはい、知らなきゃ絶対読めないって感じ、ね、いや、そうね、読めないわ。ということで、100点中60点でした。60点。うー、悔しい。トカチクイズにしてほしいな。トカチの地名とかだったら言える気がする。そんな問題で済むんです。今回の罰ゲームはこちらです。なにこれ、開けてもらって。なんでそんな離れてくの、どうした。おお、コオロギですね。罰ゲームは虫だそうです。見える？虫です。よかったー、よかった。変なの来たらどうしようかと思ったわ。いや、変なのですよ、それ。虫でよかった。罰ゲームですから、いただきます。うん、普通にスナックよ。いやいやいや、全然いける。うまい。全然罰ゲームになってないじゃないですか。うん、一安心。違うんですよ。よかったー。知ってます、こういうやつの流れって。あーじゃないですか。おいしい、普通に。またやってもいいですか、これ。クイズ、クイズは全然全然。こっちとしてはなんとか間違えさせてキャーってリアクション欲しいんですけど。普通になんか小エビ食べてる気分。はい、ということで本日ですね、北海道クイズでしたが、ちょっと私の知識が足りず不甲斐ない気持ちでいっぱいです。ちょっと道民として精進していきます。罰ゲームに関してはね、全然罰ゲームじゃなかったんですけど、まあでも次こそ満点狙って熊鍋獲得していきたいんで、ちょっと皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ぜひね、私に出したい北海道クイズとかあったらコメント欄までお待ちしております。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。